はい、夢です。こんにちは、どうも。はい、今ですねアンバサダーホテルのハイピリオンラウンジからこの動画を撮ってます。先ほどですねランドとシーのそれぞれ春のフードメニューがですね新しくなるっていう動画を、収録しました。で、かなりね、ランドもですねシーもですねめちゃめちゃフードが充実で、また今回もね嬉しい悲鳴あげててね、食レポやってる俺としてもねめっちゃ楽しみなんですけども、実はですねいいことばっかじゃなくてねちょっと残念なニュースもちょっと入ってきました。こっから先ねかなり残念なこと言います。ちょっとしょんぼりしちゃいましたね。ですねいいことの裏で残念なニュースありました。まずですねこれランドだね。はい、ランドですね、アドベンチャーランドにポリネシアンレストランってあるでしょ。でポリネシアンってねお昼と夜にランチとディナーでそれぞれキャラクターが登場するショーをやってました。簡単なグリもあるんだよね。でこのですねポリネシアンのお昼のランチショーが3月の31日で終了するっていうニュースが流れました。で終了かと思って、で次からこういうのが始まりますっていうニュースがね発表がなくて、えどうなるんだろうっていうふうにもや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 してました。でこれまでね終わったらね次やるんだろうなと思って、どんなショーが始まるんだろうと思って待ってたら、なんとポリネシアンのお昼はですねランチショーありません。で4月の8日からパンケーキのメニューがスタートするとのことです。マジか。あのステージだから昼間使わないってことだよね。遊ばせるってことでしょ、あのステージを。嘘でしょ、ちょっとびっくりした。36年間の歴史であのポリネシアのステージを使わずに営業するなんてことがあるんだと思ってびっくりしました。で4月の8日からっていうことで3月の8日あたりからですねプライオリティシーティングの受付が始まるそうです。これはびっくりしたな。でねこのキャラクターがねテーブルに遊びに来るこのねレストランがなくなるっていうことで、これ去年もねホライズンベイレストランのミッキー、ミニー、プルートのグリーティングがなくなって、でクリパレねクリスタルパレスレストランの朝の限定90分のプーさんファミリーが出るあのキャラクターブレックファーストキャラブレ、はい、これもなくなって、今回ですねポリネシアンのお昼もなくなります。なのでそのキャラクターダイニングとかキャラとね一緒に食事が楽しめるっていうそういう施設やプログラムがもうどん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 これ減ってますよね。残念、悲しい。でこれねキャラクターが登場するのはランドのポリネシアンの夜のレインボールワウとミッキーカンパニーね、ダイヤモンド報酬のミッキーカンパニーと、あとは、お昼の報酬ラウンドアップかな、ダイヤモンド報酬のお昼と、はい、これだけになりますね。で C の方はキャラが出るレストランはもう、まあ、去年からないんだけども、いやーポリネシアンの昼がなくなるとはびっくりですね。パンケーキのレストランですか。まあこれもね経費削減なのかねどうなのかね。まあ確かに手間だよね、キャラクター一人一人をねちゃんとねティームをよくねこうねテーブルを回したりとか、コスパが悪いね、レストランショーだったのかもしれないね。はい、残念です。そしてさらに残念なニュースもあります。クリパレクリサルパレスレストラン、こちらパークで唯一ランドシュー合わせて唯一、ビュッフェいわゆるバイキングねビュッフェが実施されているレストランなんだけど、こちらなんと4月1日からですね利用時間が90分から75分になります。15分巻きですよ、1時間15分、要は90分のところはですね15分巻かないといけない、15分巻きです。
マギで食べるのきついな。いや、まあとはいえね、実は90分フルフルずっとゆったりのんびりいるかどうかって言ったら、正直なところ60分ぐらいで満腹になっちゃって、残り20分ぐらいはね、ドリンクのおかわりとかね、でダラ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 してるっていうのが正直あった、俺も。なのでおそらく一人一人の利用時間なんかを調査して、その結果入ったお客の帰るの時間とかを見て、それでこの15分短縮っていうのを決めたんだと思うね。まあこれも効率、回転がだよね。だって90分の人が15分早くなったら、おそらく回転数ね、1回転2回転増えてより回せるからね。とはいえ世話しないね。さっき言ったホライズンのキャラクターダイニングも確か60分とかなったんだよね、終わるギリギリの最後の方はね。75分か。これでも現場の悲鳴がすごそう。おそらく現場のフロントに立つ、ね、キャストもさ、75とか世話しねえなっていう風にね、お客さんからチクリって言われながら、すいませんすいません言いながら多分対応するんだと思うんだけど、いやーこれよく決めたね。これ75分ってさ、スイパラとかもうちょっと時間長いよね。スイパラ何分だっけな。はい、調べました。スイパラはね、店舗によって、違うみたいで、70分、80分、90分あるとのことです。なるほどね。まあそう考えると、まあ混んでるスイパラって感じかまあね。なのでゆったり食べたかったら、まあホテルに行ってくれってことなんだろうな。なるほどね。まあでも家族連れの人は大変だよね。スイパラって大人の人多いと思うんだけど、家族で行くとさ、子供の面倒見てね、子供にはいあーなんてやってる間に大人も食べないといけないので、子連れにちょっと優しくないね。これはもうちょっとね、時間ないと子供の面倒見てるだけでね、大人は食べれないから、きついなこれ。多分そのうちね、ドリンク別になると思う。今度はいつかなるよこれ。はい、まあしゃあない。でもね、確かにさっきも言ったけど、俺もね60分ぐらいでガーッと食べちゃって、残りの15分ぐらいはね、なんかお茶だけっていうこともあったので、まあ確かにね、ガーッと食べれば、75分はいけるかなと思う。でもちょっとゆっくりのんびりしたいよね。はい、次ですね、残念なニュースあります。はい、残念ニュースはですね、ポリネシアンとそれからダイヤモンド報酬のキャラクターショー、はい、ショーを見ながらご飯食べるやつね、あれがですね、なんとランチディナーともに500円値上げです。昼も夜も関係なく、はい、全ての、はい、ランチディナーショーの料金が500円値上げ。 S 席 A 席 B 席関係なく全て500円値上げ。子供はですね200円値上げです。なので例えばですね、ちょっと一例を言うと、ダイヤモンド報酬ランチ、報酬ラウンドアップ、今 S 席は、今だねランチは4190円、これがですね値上げ後はどうなるかというと4690円、500円値上げですね。期間も今 S 席が5030円、これはですね5530円になります。でその代わり、まあ、メニューも若干変わります。例えば、ミキ缶、ミキ缶はですね、例えば今5030円、現行はね、フロンティアパンチドリンクね、とシェフのサラダで、チキンのチーズロール、骨付きソーセージ、シュリンプ、ホタテ貝、マッシュポテト、温野菜で、パン、デザート、ドリンクチョイスと。はい、新メニューはですね、フロンティアパンチは変わりません。シェフサラダ、メインメニューですね、ビーフシチュー、骨付きソーセージ、メカジキのロースト、シュリンプ、チーズ、マカロニ、フライドポテト、温野菜。はい、まあほとんど変わりませんけどもね、まあ500円の値上げってどうですね。さようですか。ねえ、どんどん厳しくなるね。なんか値上げのニュースなんか多いね。なんかいつもレギュラーメニューもちょっとずつ値上がりしてるし、この間パスポートと年パスのね、お金もね、料金も値上がりするっていうニュースがあったし、
で今回はこのポリネシアンとダイヤも昼夜すべて500円値上げと。なのでこれはね、チケット代も含めて家族4人なんかがパークに行って帰ってってやったら結局ね、おそらく3万円から5万円ぐらいはなんかね使うお金、変わってくると思うな。これはきついな。なんだけど俺でも値上げはね、まあ成長する上で仕方ないなとも思ってます。日本経済結局ねずっと同じ料金ありえないので、昔ドリンクなんで100円だったけど今150円普通でしょ。で映画の料金も上がってるし、電車の初の料金も上がってるしね、首都高の高速も昔は、ね、500円だったのに今700円でしょ。だからね、世の中必ず経済成長するときってのは値上げをするので、まあこれはね仕方がない。それで値上げないわと思ったらやっぱり降りる、買わない、行かないっていうのもまあ選択だと思いますよ。やっぱりお金も時間も有限なので、何にお金をね使うかっていうのは本人の自由なので、こんなに高いんだったらもうええわって言って降りたっていうふうに降りるのも自由です。まあ俺は当分まだまだ頑張りますので、はい、以上ちょっぴり残念なニュースでした。はい、まずですね、ランドとシーのね新しい春のフードメニューの紹介見てない方はね、ぜひそっち見てください。そっちの動画見るとめちゃくちゃ多分楽しいと思いますんで。はい、以上ランドシーの、レストランフードに関するちょっぴり残念なニュースでした。じゃあね、バイバーイ。